そう、でも写真って別に、学校で勉強しなくても誰でも撮れるので、どこで始めたかって言われると難しいんですけど、でも多分高校生ぐらいの時に写るんですっていうのが流行って、それを買って学校に持ってって友達となんか変なポーズをしたりとかして、なんつうセットアップの集合写真みたいなのを撮ったりしてたのが最初なんですけど、それで美大にたまたまこう受験して通い始めた時に、写真の授業があって、それで18歳ぐらいから、ちょっとバックパッカーをやってたもんですから、その旅の時にカメラを持っていくっていうのが最初のきっかけです。すごい進学校、地元の有名な県立の進学校に行っていて、でそこで別に勉強できる人が他にもいっぱい、中学の時は結構勉強できる方だったんだけども、何もなくなっちゃったから、じゃあ何でもできるなって思った時に、たまたま好きだったミュージシャンとかがアートとかやってたりする関係で、美大もありかなと思って、すごい本当に勉強するのは多分嫌で、気軽な気持ちで、本当は映画監督になりたかったんです。私すごい映画が好きで、写真はそんなに、実はそんな、写真家とかも興味なかったんだけど、映画は年に200本ぐらい見てて、横浜市民ギャラリーあざみ野でやってみませんかっていうふうに声かけていただいた時に、「背中の記憶」っていう本が、私が書いたものがあるんだけれども、それの文章を使って展示をしてほしいっていうことで、文章かと思って、ちょっと悩んだんですけど、文章を展示するって言った時になかなか難しいと思うんですよね。どういう時に写真にとって文章が必要なのかっていうことを考えて、何かそういう展示ができればなと思って考え始めたのが、今こういう形になったんですけどね。一般的って言っていいのかわからないですけど、大体自分が雑誌で仕事したりとかする時の役割として望まれるのって、やっぱり挿絵的な文章に対しての、説明、ビジュアル的な説明というか、で自分がその文章も書くし写真も撮るんですけど、その2つをこう隣り合わせにしたりするっていうことに対して、ものすごく長い間どういう形がベストなのかっていう、要するにお互いがお互いを殺してしまうことが多いって私は思っていて、何て言うのかな、人の理解を止めちゃうっていうか、言葉の説明でそれ以上見なくなったりとか、例えば絵があることで全く別のものを想像してた人のイメージが入れ替わってしまったりとか、そういう、あまり私そういうのがあまり好きじゃなくて、そういう不自由さを、せっかく2つの創作物がこうあるのに、何て言うのか、むしろお互いを打ち消すみたいな作用を持つっていうことを避けるにはどんなことが可能なのかみたいなことは、もう10年以上考えてやってきてるので、なんかお互いを
生かすでも殺すでもなく独立したものとして、なんか別の作用、新しい作用をこう起こしてるようなものを作れないかなと思って、今回自分の過去の作品とかも見直して、それからまた梢さんっていう今回の展示のインスピレーションになってくださった女性と話したりする中で、3つのテーマに分かれたんですけど、自分が10歳までに起こった出来事をもとに書いた短編の小説っていうことになってるんですけど、その記憶って本当にこうもう一回写真撮ることができなくて、で、子供を出産した時に自分のちっちゃい時の記憶がものすごくこう思い出されてくるっていう時期があって、その時にあ、これを作品化したいって思ったんですけど、例えばすごく低い目線の、公園の絵とかが記憶の中に残ってることとかに気づいて、でそれがどうして低いのかって言ったら、やっぱ背が低い、だいぶ昔の記憶だからなんですけど、でまあそれを一応写真家だし、その場所に戻って写真撮って、でテキストと一緒にっていう作品を作ったことがあるんですけど、全然思ったものができなくて、こう撮れば撮るほど自分の中の本物と思ってるものから遠ざかっていっちゃって、カラーでもダメ、モノクロでもダメで、言葉で説明してもダメって思った時に、もう言葉だけで説明するしかないって思った時があって、そう、それがまあ「背中の記憶」っていう本を書いたきっかけになったんですけど、まあ一つの理由でちょっと語れないんですけど、まあ一つには私の飼ってる犬が目が急に見えなくなって、で家の中で例えば呼んでも私のとこまで来れなくなったりとか、家中のまあうちもごちゃごちゃしてるからいろんなものにぶつかって歩いてるっていうのがあって、まあその目が見えないっていうこと、私はほとんどこう、まあ、視覚情報に頼って生きてるようなところがあるから、その目が見えないっていう、その人っていうか犬に対してどういうふうに接したらいいのかっていうことが、まずこう一から全然違うっていうことが今生活の中であって、それはまた全然別の、まあ、こととして自分の中にずっと最近気になっていることであったんですけど、それが多分この今回のその言葉で表現するっていうこととちょっと結びついたまたま結びついて、まあ、視覚がない人、視覚がを持たない人、まあ、視覚が何かっていうことはちょっと分かんないけど、写真を目で見ることができない人たちにどうやって自分がやってることを伝えるのかって思った時に、やっぱり背中の記憶のような手法が合ってると思うんですけど、実際に梢さんと話をしてみると、彼女は、まあ、立体の記憶がすごくたくさんあるっておっしゃってて、まあ、言われてみ、ね、説明を伺えばも、あ、そうだなってすごく腑に落ちるんですけど、こう、まあ、物を触って確認するっていう
方法ってなかなか撮らないし、でも自分の中にすごい写真って立体っていう思いが年々強まってきていて、それはあのデジタル技術が発達して写真がこうオンライン上でやり取りされたりとか、その紙にいちいち印刷しなくてもこう写真っていうことでネット上に成立したりするとかっていう経験を経た時に、自分はそうじゃなくて写真って暗室で紙に焼いて、それでまあ手で確かめながら形にするものだっていう感覚があったので、あのすごい写真は立体なんじゃないかなっていう気持ちがやっぱり小杖さんと分かり合えるんじゃないかなと思って、でそういう話、いろんな会話の中からそういうことに気づいたりとか、そういう経験があった上で、じゃあ今回触るタイプの写真展にしよう、触覚をテーマにしてやってみようっていうことで、新しい2つの作品はそういう方向性っていうか、そうですね、まあ、展示は読めないんですけど、私もでもやっぱりどうしても新幹線のトイレとかにあるんですけど、なんかこう触ってみるっていうか、そもそもなんか触ってもよくわからない、何個点があるかとかもわからないし、いつもまあ触ってもわかんない時触っちゃうっていうのがあって、そうで、まあ、展示って触らないと読めないんですね。でもその私の本がたまたま展示図書館にあったのかな、展示になってたんです。展示になる本とならない本っていうのがあるんですけど、本を展示してくださった方がいて、でそれが手に入るっていうことだったので、あの小杖さんにまず背中の記憶を読んでもらって、それでこうそこの中であの好きなお話を聞いて、それでさらにその好きなお話の中の、好きな部分を抜粋してもらって、それで、まあ、そこのお話の書いてある部分の展示の本のところを、まあ、私のそのお話の中に出てくる人たちに触ってもらうっていう写真なんですけど、展示の写真を撮るってすごいあまり意味のないことなんですよね。っていうのは触れな、写真の表面がもうもはや展示みたいになってないから触ってももう読めないし、じゃああれを展示、一応その写真に写ってるのはその小杖さんが抜粋してくれた部分のページなんですけど、じゃあそれを見て読める人がいるかって言ったらやっぱ読める人いなくて、だからあれは文字情報なんですけど誰にも読めないんですよね、よくよく考えてみると。まあコントロールできない部分は大きいかなって思うんですけど、まあ、その日の気温とかが現像の速度と関係してくるし、まあ、手作業だから大きい紙を小さなバットの中でこう転がしながら現像する中でどうしても現像ムラが起きたりとか、あとはやっぱりその電気を消すってことなんですけど、結局なぜか私の印画紙は大きいロール紙をこう切り出して小さいものにしていったんですけど、その過程でそのセーフライトにも感光しちゃったりとか、そういうハプニングがあったりとか、だから極力本当に暗い中で、あの可能な限りもう勘と手探りでっていう感じでやってったんですけど、カラーじゃないから単色、まあね、白から黒へのグラデーションの中での表現なので、
あと全然違うんですけどね。想像す、例えば花が落ちてたとしても、そこのグレーの濃さからだいたいこの色かなっていうのを想像しなくちゃいけなくて、まあ、黄色かもしれないし、青かもしれないっていうような、かなり想像力にお任せする感じの、世界にはなってくると思うんですよね。まあ、基本的にあまりコントロールされすぎてるものは好きじゃないんですよね。どっちかっていうと、ずっとその自分、写真に限らず、その表現を続けていきたいって、まあずっと18歳ぐらいから思ってる中で、その大事にしてるのは、コントロールして、こう美を追求するっていうことよりも、どういうハプニングがあったりとか、あとは制限の中でやれるだけのこととか、楽しさとか発見できるかっていうことの方が自分は興味があって、だから不自由さを持ってない人っていないと思うんですけど、それをこう排除して完璧にしていこうとすると、またすごい無理が生じるんじゃないかと思ってて、結構後ろ向きなコントロールして完璧な状況を望むって、後ろ向きな生き方かなって私は思っちゃうんですよね。実際にそれだけコントロールするだけの権力を持ってるか持ってないかって考えた時に、自分はそうじゃない側に生まれつきいると思うし、そういうことをこの乗り越える方法として、なんか表現ができたらなと思うんですけど。